ワニア語、リーシャス、旧称、列は、ポーランド北東部のバルミア・マズウルイ県に位置する町。人口は2004年の時点で29,796人。技術顧軍の軍長所在地である。1340年に、ドイツ騎士団が、マズウルイ地方の湖に挟まれた地境に城を築き、列前と名付けた。列前は、バルガ軍に属し、近くの入植地も、紋章や、 印象の制定権を含んだ町権を取得し、1612年には全域がプロシア公領に入った。伝説によると、聖人クベアフルトのブルーノは1009年にスドビア人によってニエゴチンコで殺された。これを記念して、1909年には十字架が技術湖近郊に混流された。1701年に プロイセン王国となり、1773年には東プロイセンの一部となった。1709年から1710年にかけてペストが流行し、800人が犠牲となった。生き残った住民はたったの119人だった。19世紀にはカルル・フリードリヒ・シンケルの設計によるルーテル教会が町の中心部に建てられた。1871年に、 ドイツ統一でドイツ帝国に入った。1844年から1848年にかけ、マムリー湖とニエゴチン湖の間の土地に要塞が築かれ、プロイセンのヘルマンフォンボイエン軍事層にちなみ、ボイエン要塞と名付けられた。19世紀中は最大で、かつ最も設備の整った要塞であった。1942年から1945年にかけては、 ラインハルトゲーレンの指揮下でドイツ軍事インテリジェンスサービスの本部が置かれた。ベルサイユ条約締結を受けて1920年7月11日に国際連盟の監視下で実施された東プロイセン国民投票では99.97%がドイツ残留を希望し0.03%がポーランド遺憾を求めた。1930年代、レッには ケイニヒスベルクに本部を置いた、軍事一区の支部があり、軍事部隊が何体か駐屯した。総統大本営、ボルフスシャンツェや陸軍総司令部も列前近郊に置かれ、職員、工兵、警備兵が駐在した。今も技術庫の北およそ10キロメートルのマウアーバルト、地域に陸軍総司令部の延滞号が残されている。第二次世界大戦末期の1945年に、 ソ連の赤軍に占領され、戦後ポーランドに組み込まれた。戦時中も止まったドイツ人は西に追放された。19世紀に東プロイセン南部で福音派ルーテル教会の牧師を務め、ポーランド語とポーランド文化を支えたマズーリ人民族学者のグスタフ・ギゼビンシュにちなみ、1946年に技術こと解消された。ありがとうございます。